お前です。その右腕の目はどうした？いろいろ。まあ、任務開始。お前に一つ聞きたいことが。うちがいたちに一族抹殺を命じたのは本当か？本当かと聞いてるんだ。あいつはそんな男ではないと思っていたのか。イタチは全て喋りおったか。やはりお前だけは特別だったようだな。本当だったってことか。自己犠牲、これが死ぬ。日の目を見ず影の放浪者、それが昔からある忍び本来の姿。イタチの意志を吐き違えたお前にはわからぬだろうな。そういう者たちのおかげで平和は維持されてきたんだ。そうだ、断蔵の話。兄弟の能力は同じとて、目が悟るものはどうも違うものか。お前にとってイタチの真実などさほど重要ではない。手当たり次第に憎しみをぶつけたいだけだ。一派一族の犠牲を無駄にしている。こんな愚弄の命残す必要がどこにあったというのか。イタチ、見てみろ。己の憎しみをあたり構わずぶちまけるこのざまを。こいつはお前の唯一の失敗そのものではないか。あの世で今のお前の姿、イタチの目にはどんな風に映るのか。待ち、うちはさやつけど、みあみイタチに会うのは貴様の本当に。どうだ、気をつけろ。おかけるのちょっと問題ない。所詮ザブコノハの面汚しめ、くたばれ。なんて戦いだ、全く入る隙がねえ。お前は手を出すな。これはサスケの戦いだ。サスケ、お前はウチハの犠牲を無駄にしている。苦しみに支配された忍びに未来はない。そろそろ決着をつけねば。無頓真空連覇。無駄なことだ。バカな、なぜイザナギが起動しない。イタチに会うのは貴様の方だ。消えろ。現実を。ウチハをなめるな。